私は今名鉄名古屋駅の中央改札口、入り口専用の、改札口にいます。ラスコもやってる。あの時ラスコも入ったって。はい、本日ね、正月3日目ということで結構まだお客さんも多いと思うんですけども、今回は、こちらの改札口から、入るのではなく、ちょっと静かなところから改札口というがありますので、そこから、入ろうと思います。それではね、ちょっとそこを紹介したいと思います。切符売り場を、ここは切符売り場ですね、中央改札口ですね。このまままっすぐ行ってもらって、このまままっすぐ行っていただきまして、地下鉄、の改札口に向かうような感じとなります。東山線と桜通り線ですね。よしよし、で階段を降りてもらいまして、ここまっすぐ行くと地下鉄の名古屋駅に、ここですね、名鉄線上海線専用入り口。主なのはちょっと知立駅と、豊橋中部国際空港方面になるんですけども、さっきの賑やかさとは裏腹にこういう状態となっております。なかなかの穴場かもしれません。はい、一応切符も買えますからね、これね。では、ちょっと入場したいと思います。右側は IC 専用のようですね。はい、はい、ここでコンビニもすぐ入れます。はい、こんな感じで、豊橋方面とかね、セントレア方面へ行きたい場合は、今の改札口を使ってみるというのも、よろしいんではないでしょうか。結構空いているようですね。今も来ますけども、カラカラですよね。はい、それでは終わりたいと思います。